カネト・ギン作品79はフランツ・レハールが1902年に作曲したウィンナ・ワルツ。演奏時間は約8分。今日演奏されるレハールのワルツの多くはメリー・ウィド・ワルツやルクセンブルク・ワルツなど自作のオペレッタから編曲されたものが多いが、このカネト・ギンはそれらとは生まれをことにしており、独立した還元落葉ワルツとして誕生した。この曲は 1902年の社肉祭の間に催されたパウリーネ・メッテルニ飛公爵夫人主催の舞踏会のために作曲された。題名の金と銀とはこの舞踏会の課題名で会場は銀色に照らされ、天井には金色の星がきらめき、壁一面に金銀の飾りがつけられ、参加者も金銀に彩られた思い思いの装飾をまとっていたと伝えられる。今日では、 代表的なウィンナーワルツとして、ヨハン・シュトラウス2世などの作品とともによく演奏される。1902年1月27日、ウィーンのゾフィ・エンザールにて行われた舞踏会で、レファール自身の指揮で初演。導入部第1ワルツ第2ワルツ第3、ワルツマイナスコーダ各ワルツには繰り返し指示があるものの、演奏家の解釈によって省略されることも多い。 楽譜は一時的に使用不能です。作曲年を1899年とする資料もある。ありがとうございます。